ハイダル・アリー・マイソール戦争は18世紀後半4度にわたって南インドのマイソール王国とイギリス東インド会社との間で行われた戦争である。第1次、第2次戦争はマイソール王国のハイダル・アリーとティプー・スルターンの不死に引き入られたマイソール軍がイギリスに対して優位を保っていた。しかし、第3次戦争では マイソール王国は諸勢力と連携を保てず、逆にイギリスと連携させてしまうこととなり、劣勢となった。第四次戦争において、ティプー・スルターンがシュリーランガ・パトナの総攻撃で死亡し、マイソール戦争は終結した。ハイバル・アリー、ティプー・スルターンは、大同団結を唱えて、周囲の国々と巧みに連携し、近代化を推し進めていたマイソール王国は、 イギリスのインドにおける最大の敵であったと言っても過言ではない。この戦争が終わると、イギリスはインドのさらなる植民地支配に乗り出すことになるが、インドの人々にも少なからずこのような思想は受け継がれ、やがての独立運動の原動力の一部となったことは間違いない。米英戦争で海上からロケットを打ち込むイギリス艦1814年一連の戦役でマイソウル軍は、 ロケット兵器を大量に使用したことで有名になった。このロケットは、大型のものは、ロケットランチャー様の発射台から、小型のものは、ロケットマンと呼ばれる兵士の手で放たれ、最大 1km にも及ぶ、飛距離を超えて敵陣に打ち込むことができた。着地すると巨大な安定棒が回転しながら、周囲の兵士を撲殺したり、策略を詰めて、榴弾の代替とする兵器だったが、 不正確で射程の短かった当時の大砲に比べて遜色のない威力を有しつつ軽便に取り扱えたロケットによって大きな損害を受けたイギリスはマイソール製ロケットを改良したコングリーブロケットを開発しその後のナポレオン戦争などで多用した米英戦争においてもイギリス軍は多数のロケットを使用したがこの時の空をくれないに染めて飛ぶロケットの姿が 米国国家の歌詞中に、アンド・ザ・ロケッツ・レッド・グレア、ザ・ボムズ・バースティング・イン・エア、として刻まれている。また、日本における最後の内戦となった、西南戦争に際して、コングリーブロケットを輸入して国産化を施行していた記録が、防衛省防衛研究所所蔵の陸軍省、海軍省の文書として残されている。ありがとうございます。